これ動画で相当広範囲に出た面白いビデオです。これはね、東京警視庁麻布警察署、まあ六本木です。麻布っていうのはよく場所も分かってるけど、これを見て、一人の市民って川村勝さんっていうんですがね、彼自身が自分のブログにこのことの経過を詳しく書いてます。約2時間近く、約20人近い警官に取り囲まれて、で友人が全部ビデオを撮った、その模様ですね。で、下手したら公務執行妨害とか、職務質問に応じない、何か怪しいものを持ってる、ああ、あったあったって言って、いわゆる転び工房というんですが、それでやられる危険性もあった、それに対応してね、見事にぬらりくらりとも言えるし、決して興奮もしないで、しかし、きちんと対応してたと、しかし、持ち物検査、身体検査に応じないと。実際にここまでできるというのはすごいということなんだけど、これを見た警察官が、へえ、俺はとても信じられないと、警視庁の幹部もと言って、その後私が知り合いの警視庁の幹部に電話なり、その後会って話を聞きました。信じられないと、つまり現場でここまでやらなきゃいけないほど日本の治安は悪いのかと、むしろ警察が市民の怒りを買い、死因を落とすようなことをやってるんじゃないかと。いやー、人権110番の千代丸さん、あなたが動画で、取り上げて、そして論評して、いや、警察が市民の人権を侵害してると、治安を悪くしてるのはむしろ警察の方じゃないかと、なんとオーバーなと思ったけど、本当によく分かったという言い方をしてました。まずこれはね、動画を見てごらんなさい。もうたくさんたくさん、もう本当にあふれんばかりの市民が撮ったビデオで撮った動画が、作り物じゃなくて現場の生の実態ですね。これまでに撮ったやつは千住警察署、それから野方警察署のもあるけど、これまだ放送してないのかな。で、私は野方警察署の事件は今から15年前に取り組んで、徹底して謝らせて、何人かの警官を追放し、一部辞めさせました。つまり人権110番に持ち込まれる事件は、市民が納得しないということで現場で抗議をし戦い、警察と戦うなんていう言葉っていうのは決していい言葉じゃありません。戦わなくてもいい、市民に警察が協力をお願いする、つまり任意だから協力しろ協力しろって言うけど、協力という形を押し付けるというのは、これは強制ですね。警視庁法の2条、この3項についてはあくまで任意の範囲であって、事件について、事件を犯したとか、犯すに疑うたるような、事件について知ってると疑うたれる相当の理由のある場合にのみ職務質問をすることができるとそして本人にとってその場所で聞くことが不都合であり、名誉を毀損したり、あるいは道路交通法邪魔になる場合は、近くの交番に来てくださいとか、警察署に来てくださいということを任意同行を求めることができるとそう言ってるにしか過ぎないんです。ましてや身体検査をするとかね、どこに行くとか、それから持ち物検査をさせろとか、お前怪しいやつだとか、ビデオを撮るなんてけしからんとか、警官に肖像権があるな、全部嘘です。そういうことは一切ありません。つまり警察官が市民に対して人権を侵害するようなこと、おかしいことを強要すること自体が犯罪です。公務員職権乱用罪になるし、非行非行為になるし、警察手帳を見せて自分の氏名官職名を名乗る義務があるわけです。職員服務規定というのがあるんですね。警視庁の場合であれば警視庁職員服務規定第24条にあります。それから職権乱用罪、市民の人権、つまり市民がどこにでも行く、車に乗ろうとする権利、それを権利を妨害し、あるいは市民に対して何ら義務のないことを強要する行為は強要罪、もし他の人がしたらこれはつきまといなりストーカーですよ、強要罪で逮捕されるわけ。だから極端に言うとね、
私は警官を逮捕してもいいと、正当防衛だと、こうなるわけです。実はまた他のケースですが、私たちは何人もの警官を現場で逮捕したりね、突き出しました。そこまで戦わなきゃいけないっていうことっていうのは決していいことじゃない。さて、実によくやってる。ただね、人に見て、人にしようって、あれこの人おかしいんじゃないとかね、素直に応じれば、実際にこの人顔も出してますね。で、警官は今度は自分の顔を隠す。見てください、六本木の交差点のすぐ近くですよ、ね、本当に本当に犬のクソがフンみたいにぐるぐるぐる回って一人の市民を取り囲む。とこの川村さんは自分で携帯電話で警察署にかけ、それから警視庁の広報課にかけてます、抗議してます。どうだって言ったらね、いやいや本当ヤクザの集団よりも悪いですね、まあ、ここまでやれる人はいないけど、これパート1パート2とあるんだけど、以上。とにかく人権は自ら戦う、守る。それから警察官も今の映像を見てね、うわー警察の信用失墜行為やでーと、大阪の警察官も、それから警視庁の人間も、それから東北の人間も、私が作ったビデオ、これ今まもなくアップされるでしょうけどもね、それから兵庫県警の新港交番のお巡りの話もしましたね。これも、ああそれの所属権侵害や名誉毀損やわーって、本当に山口組のある大阪兵庫、それに輪をかけたような本当に暴力警官、人間以下のクズだと、私は極端に言うとそう言いたくなるくらいの気持ちになりました。さあ皆さんがどう思うか別として、意見をどんどん寄せてください。次々に作られると思います。